こんにちは、JBS 武蔵野河合です。今日はですね、鎌ヶ谷にあるですね、超野球専門店 CV さんに、来ています。実際にプロの方にお聞きしながら、グラブの管理方法についての動画を撮っていきたいと思います。今回はですね、中村店長さんにお話をお聞きしたいと思います。はい、中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。グラブの、管理がうまくいかない、例えば型が崩れてしまうとか、あとそのなんかオイルでベタベタになってしまうとか、はいはいはい、なかなかうまくグラブ最初の状態いい状態でキープできないなってことが多いんですけども、はい、何かこう手入れの方法などでコツみたいなのありますか？はい、はい、まず一つグラブをこう手入れする際に大事なことっていうのが、まず汚れを落とすってことですね。汚れ落とし、はい、はい、で汚れを落とした後に保湿をしていただくと。保湿、捕獲ですね、はい、捕獲、はい、はい、でその後に、一番理想は余分な油分をこう取ってちょっとこうブラッシングしたりとか、うん、そういうのが一番理想ではあります。であとは例えば持ち運ぶ時なんかにはグラブ補形ベルトっていうのがあるので、うん、ボールとか、専用のなんかこうボールがあるんでそれを入れてぐるっとちょっと巻いてあげて持ち運ぶとか、うん、そういった管理方法とかもあったりもします。なるほどですね、はい。実際汚れ落としって言っても、これ見ていただくと分かるんですけども、かなり商品多分多いですね、はいはい、で、はい、私も現金の時感じたんですけども、何を選んでいいか正直よく分からないっていうのがあって、はい、オイルと汚れ落としってまたちょっと用途が違うとは思うんですが、どういった感じで選べばいいのかっていうのを、はい、お聞きしたいんです。そうですね、はい、そのグラブの状態に応じて、うん、オイルとか汚れ落として選んでもらいたいんですよ。状態に応じて、状態に応じてですね、はい、例えばすごい使い込んでもうかなり柔らかいグラブ、はい、それとあとは最近買ったばっかりでまだ新しくてまだ硬いグラブ、うん、これってグラブの状態って違うと思うんですね。皮がそうですよね、全然違うんですよね、はいはい、なのでその状態に応じて適切なオイルっていうのがありますので、うん、はい、それで選んでいただきたいという形ですね。なのでこのオイルを使えば大丈夫っていうのは特にございませんので、そういうグラブの状態に応じて適切なものを選ぶということですね、はい、そういった選び方をした方がいいと思います。なるほどですね、はい、例えばですけど、はい、ウイルソーさんから出しているキープコンディショニングオイルってやつなんですけども、はい、はい、その名の通りコンディションをキープする。なるほど。使い込んだグラブとかはこういったのを使ってあげると、そのコンディションがキープされやすいんですね。でオイルによっては油分がすごいこうグラブに染み込んでしまってグラブが塗れば塗るほど重くなっていっちゃったりとか、あとはどん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 柔らかくなっていってしまう、はい、そういったオイルも出てますので、今の状態っていうのをしっかり見極めてこういったオイルを選んでいただくといいかなと思います。なるほどですね。多分悩みの多い部分としては重くなりすぎてしまう、はいはいはい、あと柔らかすぎてしまう、はい、そういう悩みもね多いと思うので、はい、そういった場合こういう先ほどで紹介していただいたのを、ね、これとか、IP さんなんかもこんなん出してますけど、モイスチャーワックスでね、こんなんとかもグラブが重くなりにくいし柔らかくなりにくいオイルになりますので、固形なんですけどね、はい、モイスチャーワックスなんでモイストしてくれます。あ、なるほどですね、しっとりします、しっとりするとす、ね、はい、新品の場合はどういった、新品のものに関しては例えば水野さんが出しているこのレザーケアクリーム、これ結構ド定番で割と、はい、よく見るオイルかなと思うんですけども、はい、こんなのを塗ってあげると浸透力も良くてある程度こうグラブに馴染みやすい、でなおかつこう少しグラブを柔らかくするような成分っていうのも入ってますので、非常にこう使い勝手のいいグラブになっていくんじゃないかなと。たださっき言ったように塗りすぎると重くなっていってしまったりとか柔らかくなりすぎちゃうっていう恐れもあるオイルですので、ずっとこれを使うのはちょっと危険です。最初にちょっと硬い時期、硬い時期とか、はい、そうですね、もうちょっと馴染ませたいなっていう時期にこれを使ってあげるのは非常にいいんじゃないかなと思います。なるほど。あとは例えば最初ってグラブが皮がこうピンと張ってるんでちょっと弾きやすかったりするんですけど、はい、ありますね、はい、はい、そういった弾きやすい場合にはこういった Z さんなんかで出しているグリップ感と張り感ワックスなんですけども、よいしょ、これ非常にグリップ力が高いワックスになってます。なのでボールを受けた時にこうキュッと止まりやすい、止まるってことですね、はい、弾いちゃいますもんね、はい、あとは畠山さんから出しているワックスワンってやつなんですけども、はいはいはい、これなんかも非常に強力なグリップになってます。なんか固形がいいとか、はい、液体がいいとかっていうのはあんまり関係ない。固形の方がどちらかというとグラブに浸透しすぎないっていうのはあると思います。
あ、液体だと液体とかちょっとジェルっぽいタイプの方がやっぱり、はい、まあビチャッとしてるんで、はい、皮にこうじわっと染み込みやすい、なるほど、ね、塗りすぎちゃうっていうことはあるかなと思いますね。今のオイルの話です、はい、汚れ落としっていうとどういった形なんですか、ね、いろいろ今この下の方ですかね。そうですね、はい、汚れ落としがこういった例えばクリームタイプ、ブルンとしてすごい、はい、こういうタイプとか、あとはムース状で出るタイプなんかも出てる。ムーススーパークリーナーで、はい、シューッとこうムースで出るような汚れ落とし、これはグラブでもスパイクでもいける。あ、大丈夫です。あ、はい、あとはまあこういったレザーローションっていう液体のタイプですね。これ使ってました。あ、本当ですか。レザーローション、はい、まあ、液体のタイプなんかは結構オーソドックスなものにはなりますね。どういう選び方すればいいの？いっぱい汚れちゃった時、汚れが、はい、すごいついてる時なんかは結構こういうのもおすすめで、スーパーストロングメンテナンスクリーナーっていう、これ卵殻が入ってるんですね。卵の殻です。あ、卵の殻です、はい、はいはい、洗顔料なんかでちょっとスクラブ配合みたいな、 ありますね、ちょっとザラザラするような、はい、はいはい、あんなのがあると思うんですけども、あれと同じようなイメージですね。なるほど、はい、そぎ落とすじゃない、汚れをかき出して落としたい。で、汚れをとにかく落としたいっていう場合はこれなんかが非常に落ちやすいかなと思います。ただちょっと匂い的に石油の匂いがきついんで、好き嫌いは分かれるかもしれないです。なるほどですね、はい、匂いありますもんね、結構特有のね。あとは例えばさっきごめんなさい触れなかったですけど、この霧状で出るクレンジングローションっていうのもあるんで、霧状、はい、シュッシュッとミストで出るんですね。すごいですね、そんな出てるんですか、ね、はい、これも汚れ落としです。はい、薄くなんか全体的にこうパーってやってから落とす。そうですね、汚れた部分に対してシュッシュッと吹きかけてあげるような感じになりますね。で、布かなんかで拭き取ってもらうと、はい、お手入れコーナーみたいなのもちらっと設けてますので、無料でそういった、あ、そうなんですか、はい、こういった用品が使えるコーナー設けてますので、試しでできるんですか。そうです、そうです、お試しでそれを使ってみて自分に合うお手入れ用品っていうのを見つけてもらうといいかもしれないです。あ、それも結構楽しいですよね、はい、やっぱ自分の好みにこうグラブもそうですね。そうですね、はい、汚れ落とし、オイル、あ、最後の仕上げですね。仕上げ的なものとかは、まあ、汚れ落とし塗る前にも実はこういう、はい、ブラッシングっていうのをまずしてもらいたいんですね。あ、先にブラッシング、先にブラッシングした方がいいですね、はい、はいはい、ブラッシングして大まかな汚れっていうのをまずかき出してもらいます。さーっと、はい、さーっと、はい、細かな汚れっていうのがやっぱりついてますんで、ブラシ、こうブラッシングすることによってその汚れを表面にかき出す。あ、はい、でその後に汚れ落としで汚れを落としてあげるっていうのが一番理想ですね。なるほどですね、はいはい、あまりドロドロの場合はね、多分その泥を落とさないためですね。あ、そうですね、はい、オイルを塗って捕獲をしてあげて、で最後にこのまたブラシなんですけど、あ、また最後磨けブラシっていう、これうまげなんですよ。うまげです。で仕上げ用のちょっとこう毛が柔らかい、あ、柔らかいですね、はい、ブラシこれとはまたちょっと違う。あ、違いますね、はい、最初の用と仕上げ用っていうの分かれてる。そうですね、なるほど、はい、あとはこういうムートンだったり、本当にもうふわふわの、あ、柔らかいですね、はい、グラブのよくここの部分についてる毛ですね。あ、これここ、はい、はいはいはい、これでこう最後拭き取ってあげると非常にグラブがツヤが出ます。ツヤですね、はい、ツヤなし。家で管理するときに、はい、ここが崩れちゃうと多分まずいと思います、はいはいはい、結構私とか立てるんですけど、あ、立てておいたり、はいはいはい、まあ、こう置いたりするんですけど、はいはい、これ多分こうとか置いて管理しちゃうとまずい、はい、そうですね、こうベチャッと重力によってやっぱり潰れてしまうので、はい、あまり良くないですね、はいはい、中に入れて、はい、で閉じて巻いた状態で多分持ってったりする、はい、そういうのとかですね。そうです、はい、でこのまま多分家で保管していくことが多いと思うんですけど、はい、これはどうですか。あまり良くないですね。あまり良くないですか。っていうのも、なんか片付けするのに必要だみたいなので、こう、ですね、これを巻いたからといって、はい、例えばポケット深くなるかというと深くはならないです。あ、そうですか。はい、逆にこれをずっと巻いておくことによって、うん、皮って形状を記憶するような性質がありますので、はい、ずっとこう閉じたようなグラブになっちゃうんですね。それ開かない。そうです、最初開いといてから閉じる。そうです、間口が非常に狭いグラブになってしまうので、例えばボールがちょっとイレギュラーしたとかっていう時に対応できないようなグラブになっちゃうんですね。だからできれば保管するときは
先ほど河合さんおっしゃられたように、まあ、縦に置くかこういう状態 で、はい、で少しこう広げた状態で置いといてあげると間口がより広くなるので、はい、少しのこうイレギュラーとかでも対応できるんじゃないかなとは思います。持ち運ぶ際なんかはいいんですけどね。ああそうですね、持ち運んで多分何もな入れてないと逆にこう潰れちゃったりして、ね、そうカバンの中とかだと、はい、じゃあ持ち運び専用と思った方がの方がいいですね。はい、わかりました。はい、で中村店長、グラブが雨で濡れちゃうとかってあるんですよ、はいはいはい、でそういう場合って、まあ、どういう風な手入れをした方がいいかっていうのは、はい、まずはとにかく乾かすことになります。ただ急激な乾燥っていうのは非常に川にとっては良くないので、うん、例えばドライヤーでバーッと開けちゃうとか、うん、乾燥機に入れちゃうとか、うん、そういうのは良くないです。良くないですね、はいはい、川が急激にこう水分と油分を失ってしまって、はい、カピカピになりますなのでできれば風通しのいいところで、うん、なんかこう風の流れがあるようなところ、うん、ずっと一箇所にこう扇風機当てるっていうのもあまり良くなくて、できれば扇風機だったらちょっと首振り機能とかを使っていただいたりとか、ちょっと流れがある。あ、そうですそうです。 窓際とかにこう置いて、そうですね、あとは日が当たりすぎるのも良くないので、そうですね、できればあの日が直接当たらないような、うん、まあ、日陰なりのところでこう風通しのところで置いていただくと、あとはもうこういったグラブ、ドライヤーみたいなのが裏技ですか、はい、乾燥剤なんですけど、はい、湿気取りですね、はい、まあ、こういったのを一緒に例えばこう入れといていただくとか、普段 の、 あの使い終わった後、はいはい、汗かいて、結構汗すごいですね。そうなんですよ、結構湿ったりしてるんで、はい、そんな時にこうズボッと突っ込んでおいてもらうと、ある程度その湿気とかそういうのを吸い取ってくれます。結構匂いのもとに、匂いのもとにもなります。ベタベタして、はい、あとはまあ乾燥し終わったら保湿捕獲ですね。あ、そこ忘れちゃうとね、そうです、ガビガビになっちゃう。でも少し補給しといてあげると、うん、はい、オイル毎回塗るとか。あ、毎回は塗らない方がいいですね。どれぐらいの頻度とか。そのグラブとか革の状態にもよるんですけど、平均したら多分2週間に1遍とかそのぐらいになるんじゃないですか。そんなもんでいいんですか。はい、結構毎日塗ってるみたいなもん、ね、使い終わったらすぐ塗るとか、それやりすぎ、やりすぎですね。完全に重くなったり柔らかくなりすぎちゃう。はい、はい、2週間に1回ぐらいなんですね。はい、1ヶ月2回ぐらい。そうですね、薄くなんかこう全体的にまんべんなく塗ってあげるのがいいと思います。薄く塗る、よく皆さんこの受給面しっかり塗りますよね。塗りたがるんですけど、はい、それだけじゃなくてしっかり紐の部分だったりとか、紐ですね、はい、あとはまあ背中の部分もそうだし、手の中、あ、中も塗っていいんですか。中も塗った方がいいです。なんかひび割れちゃう。そうですそうです、中も同じ革なんで、ここだけ塗らないっていうのはちょっとおかしい。はい、ただ塗りすぎるとベタベタしちゃうんで、ちょっと薄くサラッとしたオイルを塗っといてあげると一番いいと思います。なんか結構紐が私とかも昔よく切れてたんです、ここの、はいはいはい、これはなんかオイル不足とか。オイル不足の可能性大ありますか。あ、はい、じゃあこういう紐もちゃんと塗って、まあ、数分塗ってあげるという、はい、紐も、あとはこの銀面って言われるツルツルの面からよりも、はい、裏側のこのザラザラした面から塗ってあげるとより、あの浸透するんで。なるほどですね、はい、指でこうやってやってあ、そうですね、指で塗ってあげた方がよりいいですね、はい、ちょっとまとめさせていただきますね。汚れ落としたらグラブのオイルは2週間に1回程度で、はい、まあ、薄くあまりこうベタベタに塗らないで。そうですね、ですね、はい、で紐とかもしっかり塗ってあげるということですね、はい、グラブの、まあ、保管は、まあ、立てたりとか、まあ、ちょっとこういう形です。あんまりこうこういう形で置いてしまうと多分重力でこう潰れてきてしまったりするので、まあ、立てたりこれ、こういう形で保管するといいかなと思いますね、はい、移動の時は、まあ、なんかボールとかですね、はい、そういう専用のものを入れて、はい、で、巻いて、で持ち運ぶと、ね、肩が崩れづらいということで、はい、まあ、この辺りを押さえてもらえればいいかなという感じですかね、はいはい、中村店長、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。